内閣ふさげネタスクホス資料に中国企業ロゴの透かし問題小林美香さん提出資料立憲民主党対談記事そこ削除早かったなディープステート原口さんの話なのに半原発福島水穂さん仲良しただ全共闘関係者手の間でま読んでみりゃわかる用語が出ただけ私たちは北朝鮮の経済成長を助ける何らかの方法を見つけなければ再生可能電力は必須引き捨てならない発言ソースが床富士じゃ心もとないから探したぜ AI アビレポートググル先生翻訳バチリあった水穂応援団にチャリ別のインタビュー記事 ASG 巡る発言そうでもは北朝鮮通らなければ最大の障壁日本政府なんでこんな人入れたんだ河野さん小林美香さん提出資料国家電網工事ロゴ透かし国土 88% 電力供給中国政府直轄国有企業資料の一部を使用したところ残ってた下げねタスクフォースグラフ横だからそうかもだけど自然エネルギー財団名前の用語経産省や金融庁や EU 関連あっちにもこっちにもペタペタペタボケを重ねるのって天道って言うんだっけ本田おちょこちょいだな面白いわ図書の説明じゃ成り立たないツッコミ入れていく玉木雄一郎代表中国政府企業とは人的資本的関係ないですこれもさグローバルエネルギーインターコネクション発展協力機構会長国家電網工事の元トップ副会長自然エネルギー財団設立孫正義